あのまず2点申し上げたいと思います。1点目は本日 TPP 協定及び TPP 整備法案を閣議決定いたしました。TPP 協定はご案内のとおり世界の GDP の約4割、日本からの輸出の約3割を占める経済圏におきまして、関税撤廃のみならず幅広い分野で新しいルールを構築するものであります。 TPP 整備法案は TPP 協定を的確に実施するため関連する国内法の規定の整備を総合的一体的に行うものでございます。経産省においても特許法と商標法の改正を行います。詳細については後ほど内閣官房において事務方からご説明を明をいたします。2点目ですけれども、本日省エネ閣僚会議を開催いたしまして、再エネ閣僚会議を開催いたしまして、再エネ導入拡大、再エネ水素等のエネルギーを通じた福島の復興創生への貢献、現在策定中のエネルギー革新戦略のこの3点につきまして関係府省庁が協力して取り組みを進めていくということを確認いたしました。この点については官房長官からもしっかり進めていくよう指示がありました。福島の関係では今月5日に総理が福島を訪問した際、福島新エネ社会構想の表明がありまして、今月中にも具体的検討を始めるようにとの指示があったところでございます。本日この具体化に向けて関係省庁、福島県関係事業者による構想実現会議を設置し取り組みを強化することを決定いたしました。早速資源エネルギー庁長官を福島県に派遣をいたしまして、国の方針を正式に伝え構想の具体化に着手をしてまいります。以上でございます。幹事社の立憲の北詰です。よろしくお願いします。TPP 関連法案につきまして、まず1点目は国会での今後の国会での、手続きの見通しにつきまして、今国会での成立を目指されるのかという点が1点とですね、あと加えて各国の状況なんで、他の参加国の状況なんですけれども、アメリカでは今どちらかというと TPP にネガティブな候補が次期大統領選ということで選挙有利に進めてますけれども、発行に向けた各国の動向などどのようにご覧になってますでしょうか。政府としては今国会で TPP 協定を承認をいただきまして、法案が成立するよう努力していきたいと思ってます。この発行に向けてはですね、各国が責任を持って国内手続きを進めていくということを閣僚及び首脳間で確認しておりまして、我が国は率先してまた動くということで早期発行に向けた機運を高めていきたいなというふうに考えております。またアメリカにおける云々の報道がございまして、それは承知しておりますけれども、その中でも2月22日にですね、オバマ大統領もですね、本年のどこかで議会に提出する予定であり、TPP の承認については慎重であるが楽観しているという旨も発言しておりましてですね、いずれにしてもその日本がやはり国会で承認をいただいて法案が成立するよう努力することによってですね、やっぱりそのこういう機運を高めていければというふうに思っています。共同通信の佐藤です。
日曜日の討論番組なんですけども、当然の福島第一原発の廃炉期間についてですね、大臣の方から40年ありきではないといった趣旨の発言がありました。最大限努力するということでしたが、これは廃炉に遅れの可能性もあるというご認識でしょうか。もう一点、福島県側から第二原発、福島第二原発の廃炉を求めるとの発言がありましたが、これに対する大臣のご所見を改めてお聞かせください。まず最初の40年歩き云々ですけども、これは言いたかったのは安全第一、安全をおろそかにすることはあってはならないということがまず趣旨でございまして、それで目標を40年の目標を断念するという趣旨ではございません。あくまでも中長期のロードマップにのっとって取り組んでいくという姿勢で、ございます。それから福島の第二原発に関しましては、番組でも発言いたしましたように、福島県の皆様の心情を察すれば、他の原発と同列に取り扱うことは難しいというふうに思っておりまして、東京電力が やはり地元の皆さんの声をですね、真摯に向き合った上で、判断を行うべきものではあるだろうというふうに、考えておるところでございます。他にございますでしょうか。TPP に関連してなんですけども、アメリカでのこう承認見通しがまだ立たないといったところでですね、なかなか発効時期が見通せない中で、投資とかルールとかですね、あとは経産省所管の工業製品なんかはこう変化の早い業界だと思うんですけども、そこら辺のこう発効が遅れることに対するこう経産省としての懸念っていうのは今お持ちでしょうか。まだ遅れたっていうことじゃありませんで、これからスタートするものですから、まずは我が国でですね、国会で、承認していただいて、他の各国もですね、国内事情がいろいろあるでしょうけども、努力して、いけるものだというふうに今考えているところでございまして、まだスタートする前から遅れるっていう意識ではございません。今日の閣僚会議、フジテレビの工藤です。今日の閣僚会議で新エネ社会構想の表明を受けた経産省の対応をご説明いただきましたけれども、もう少し意味というか方向性、それからどの程度の目処でどうまとめるというのをちょっと大臣に聞かせていただきませんか。今日が閣議進めることに決定したわけですけども、まず N 庁長官を福島県に派遣してですね、そして構想会議を立ち上げるということが一点。先生、具体的には福島県知事から要望がありました送電線の増強やら、水素の利活用やら、スマートコミュニティの構築の推進やら、そういったものも含めてですね、取り組んでいけるような形で、進めていこうかと思っています。どのくらいのメールロードマップというか、どのくらいの目処にどうまとめるというのは、早くやりたいと思ってますけど、まだ具体的なものはこれからでございます。では終わります。